アメリカの連邦議会が大統領府に対する貿易権限を付与しないということであれば、これは交渉をまとめるための必須の条件が整わないということになりまして、その中で交渉を進展させることはなかなか難しいだろうと思います。アメリカの上院議会で貿易に関する大統領権限を強化する法案の審議入りが否決されたため、 オバマ大統領が目指す来週中の法案成立が不透明な情勢です。鶴岡主席は議会の動向に注目しながら交渉するとした上で最終的な取りまとめを目標にすることに変更はないと強調しました。主席交渉官会合は12カ国が参加し15日から25日の11日間アメリカのグアムで行われます。会合では 国有企業の競争条件や医薬品の開発データを保護する機関など残された難航分野が協議される予定で閣僚会合の開催に持ち込めるかどうかが焦点です。